はい、どうも黒沢です。さて今日はゲーム会社の内勤のサウンドクリエイターの仕事はだいたいこんな感じでしたよっていうのを軽くご紹介したいと思います。もちろん細かいことはあんま言うべきじゃないと思うので、まあざっくりですね。であとは部署とかによっても全然違いますし、もちろん会社によっても全然違うので、要は結論的に言うと曲だけを作ってるわけじゃないよっていう話をしたいかなと思います。僕がいた時は、まあ、もちろん時期によって担当しているものが微妙に違ったりとかはするんですが、まあ、普通に朝行ってまずはメールチェックですね。で僕は制作スタッフなんで、そんなに別にメールがいっぱいビュンビュン飛び交ってるわけでもなかったんですけど、やっぱり中間管理職のディレクターとかで制作のチーフだったりとかプロデューサーだったりとかはもうそれで1日が終わったりとかもするぐらい、まあいろんなやり取りが、まあ、社内でも行われてると、まあこの辺は普通の会社と一緒ですね。でまあそれをさばきつつ、まあ曲を作る仕事があるのであればその後曲を作ったりするんですが、僕がやってた曲を作る以外の主な仕事の一つで大きいのはやっぱりゲームデータ制作ですね。いわゆるまあ、音ゲーの部署だったんで、その譜面作るとかの手前ですね、組み込みの作業、まあ、どの楽器をどういう風にって、まあ、そこら辺も細かいことはあんま言うべきじゃないと思うんですけど、まあ、とにかく音が鳴るようにする作業があるわけで、まあ、やっぱりそれなりに時間がかかるわけですねっていうのを、その作業ができるのは、まあ、基本的には中の人なんで、当然自分以外の曲とかもそれをやったりします。でそれ以外だと僕がやったのは、あとは外注さんとのやり取りとかもちょいちょいやってましたね。もちろん全部が全部ではなかったんですけど、これはなんか多分部署とか会社とかによってはそういうのを一括して担当する窓口の専門の人がいたりとかはすると思うんですが、まあ、そこら辺は部署によりけりって感じかなとは思いますね。ただ僕は自分がつながりある人は自分でやり取り、まあ、僕がしたかったっていうのもあるんですがやってました。なので、誰々さんにこういう曲依頼するとかもやったし、で、納期が来たら物が上がってくるわけですね。で外部の方に依頼するっていうのはその分まあ自分の手が空く、アウトソーシングっていう感じもするんですが、まあ、実際は上がってきたものをちゃんとチェックしなきゃいけないですし、ちょっと直してほしいとか修正とか足りないデータとかないかっていうのをチェックしますし、あったらこれこれお願いしますとまた連絡しますしっていう感じで、それらでも、まあ、ある程度時間結構使うわけですね。まあ、もちろん間違いがあってはいけないんで神経も使えますし、で他だと、まあ、その後にいろいろ納品完了した後の手続きとかもあるんで、そこら辺の案内とかもしたりとか、誰々さんからあれが戻ってきてないみたいなのも、まあ、問い合わせたりとかもしますし、でまあそれらの間を見つつ自分の曲を作ったりするわけですね。で他だと、まあ会社なんでやっぱり会議みたいのはありますよね。今後入れていく曲はどういう曲目にしようかとかっていうのをチームで考えたりとかもしますし、あるいは他のチームの今週はこういう進捗がありましたとかの報告会とかもありますし、でそのための資料を用意したりとかもするわけですね。 Excel とかで表を作ってこういう曲が進捗が何パーセントだとか、であとはこれは個人的なあれですけど歌取ったりとかも僕は結構担当してました。まあ、要は自分の曲じゃなくて人の曲で、まあ、エンジニアさん的なちょっとマイク立ててプロツールズ回してあげるっていうなんかお手伝いとかもしてましたね。まあ、たまたま僕が機材がそれなりに詳しいからっていうのはあったんで割とお願いされやすかったなと思いますが、別にそんなエンジニア的なスペシャリティがあったわけでもないとは思うんですが、っていう感じでやることは結構曲作る以外でいろいろあるんで、意外と曲作ってる時間っていうのはどのくらいですかね、全体のなんか2割ぐらいなんじゃないですかね。もうこれは本当に各各地ですけどね、っていう感じで割と他のことをいろいろいっぱいやりますと。なので結論的に何が言いたいかというと、言うても会社員なので曲書く以外の仕事も結構たくさんありますよっていうところですね。ただ僕にとってはその他いろいろやるっていうのは割と好きだったので、あと曲だけ書いてたら結構煮詰まるっていうのもあるんで、まあいろんなことを並行してできたのはそれなりに楽しかったですし、やりがいもあった
ったし、いいバランスだったなと思ってます。でしかもその内容がルーチン的にずっと続くわけでもなくて、時期によっていろいろ変わったりとかもしますし、まあ、人が増えたり減ったりとかもありますし、担当が微妙に範囲が変わったりだとか、あるいは、まあ、僕がいた時は CD 作るだ、ライブとかイベントをやるだとかっていうのもたまにあったので、そういうのがまあ息抜きにはなったりとかしたかなと思います。でこれもまあ会社によりけり、現場によりけり、部署によりけりだと思うんですけど、僕がいたところはそんななんかいわゆる昭和のゲーム会社みたいな感じで泊まり込みで徹夜でなんとかっていうのは全くなくて、まあもちろんそういう時代じゃもうないんで、全然普通に朝来て夜帰ってました。はい、というのがゲーム会社のサウンドクリエイター、まあ僕の経験のみですがお話しさせていただきました。まあ言える範囲というかっていう感じだったので割とざっくりでしたが、割とどこの会社もこんな感じなんじゃないかなと思ってますので、ご参考にしていただけましたら幸いです。